死後に一線の兵を出す。旗差し者は一切持たず、装備も統一するな。今夜、密かに国境を越え、一日で熊本城に入る。途中、肥後国衆の兵に遭遇したら、海家の兵だと偽って進む。さっさなりまさには、俺の書状を届けておけ。妙な部隊が向かってきているようだ。馬印も掲げず、軽装備で、国衆どもの一派のようにも見えるが、略奪もせずに、粛々と進んでくるらしい。ああ、俺に書状だと？死んでも治らないバカ殿。やることがなくて暇そうだから、酒の相手をしてやる。越中から持ってきた、うまい酒と魚を用意しておけ。今日、日が沈んだら鉄砲で合図をするから、城門を開けろ。おい、これを届けた使者に俺の返書を持たせろ。俺は、うまい酒は一人で飲むことにしている。日が沈む前に帰れ。あっそ。まあいいや。おい、なりまさ。やっぱりうまい酒をたんまり持ってきてやがるんだな。ケチなこと言わず、俺にも飲ませろよ。お前、やっぱりバカだったんだな。バカにバカとか言われたくねえな。どうやって入ってきた？地下道を通ってきた。地下道は埋めたはずだぞ。お前が知らん道もあるんだよ。城の周りで反乱ごっこしてる奴らも知らねえんだろう。帰れ。こんなところにいたら、死ぬか無断での出兵で処分を受けるだけだ。無断での出兵だと？俺は酒を飲みに来ただけだぞ。たまたま兵がついてきたけどな。帰れ。お前も兵もだ。無理だ。お前には借りがあるからな。俺が何を貸した？命だ。命をお前に救われたことを忘れてはいない。お前の命なんか救った覚えはない。あれは俺が死にたくねえからお前を。俺の命とは言ってねえ。救われたのは兵の命だ。九州の兵は義理がたいんだよ。命を救われたなら、次は自分がそいつの命を救うのが九州の兵だ。今殺し合ってるのも九州の兵だぞ。それは殺し合いを命じている奴が悪い。命令に忠実なのも九州の兵だからな。ならお前が兵に帰れと命じろ。バカな上に失礼な奴だな。みんな腹をすかしているんだぞ。遠路はるばる来た客に、まず酒と食い物くらい出せよ。千人分だ。食ったら帰るのか？さあな、食いながら考えるんじゃねえかな。はあ？島津義弘がもう熊本城に入った？反乱の軍が包囲してるはずだが、どうやって？ああ、抜け道があった？そうか。で、俺が島津義弘の兵に紛れ込ませておいた、監視はどうなったんだ？九州の酒もうまいが、越中の酒も絶品だな。腹も満ちたし、今日は疲れたから俺は寝る。明日また話すことにしようぜ。じゃあ、朝6時に起こしてくれ。どうせこうなると思ってた。もういいじゃねえかよ。勝手にしろ。俺が連れてきた、たった千人の兵が加わったところで、この反乱を鎮められるとは思っていない。だが、このままちんたらやってたら、また無駄に兵が死ぬし、この城も落ちる恐れがある。すべては腰抜けのさっさなりまさが国衆どもに舐められているからだ。俺は本気を出していないだけだ。いつまでも、その本気とやらは出ないんだろう。だから俺が、舐めたあいつらを痛い目に合わせておく。それで戦線が少しは膠着するだろう。わかった。だが俺も一緒にやる。
腰抜けは邪魔だから、城で昼寝していろ。なんだと、死にてえのか？ああ、少しは狂犬らしい目になったな。それなら一緒に戦わせてやる。城に戻る兵もいなけりゃおかしいだろう。同時に城を出て、2時間暴れて敵を蹴散らしたら、俺は戻ってくる。お前は逃げる敵兵のふりをしてされ。わかった。じゃあ、30分後に始めるぞ。なあ。なんだ。すまんな。お前のためじゃねえって言わなかったか。それにどうせ、お前は死ぬ気なんだろう。それがわかっているなら、なんで危ねえ橋を渡ってまで、こんなことをしに来たんだ。俺が立てた死亡フラグのせいで、お前がこうなったのかもしれんからな。あの責任を取りに来ただけだ。何？俺が島津義弘につけた監視役が書状を持って戻ってきた？猿の軍師殿。お前が猿を退治しようとしていることは忘れてやるから。今回の俺の行動も見なかったことにしろ。肥後にはすぐ援軍を出せ。今なら反乱軍は狂犬にビビってるから、簡単に鎮圧できる。あのバカ野郎。あいつの動向に注目しているのは俺だけじゃねえんだよ。まったく、あのバカ二人のせいで、最高にめんどくせえことになったじゃねえか。島津義弘が肥後に入ったと聞いたときは、また俺や島津義久に逆らって、反乱に加担する気かと思ったが、成政に加勢して、反乱軍を一度だけ蹴散らしていったようだな。成政も島津義弘も、前線の指揮官としての能力はやはり抜群だ。いや、最も重要なのは能力ではない。なぜ、俺には。まあ、それはもういい。九州北部の軍を動員して、肥後の反乱を速やかに鎮圧し、さっさ成政は大阪に出頭させろ。それと島津義弘に、いや、官兵に状況を説明させろ。俺がバカだったせいで、多くの者に迷惑をかけてしまった。うだうだ言ってねえで、槍一本持って俺が猿を殺しに行けばよかったんだ。なんで俺は、あの猿をやらなかった。自分の身が大事だったわけではねえ。なんで俺は、